つまり確かに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 ね。そう、てか私今日めっちゃ寝たのびっくりするぐらい寝てさ、いつもよりそうだよね。篠田さん、ひだやさん、こんばんは。うん、みさっちありがとう。中さんに日にやけ、え、待って、今の日に焼けてる？嫌なんだけどそういうこと？海さっち、海さっちじゃないや、のぎかずさんが日に焼けたってこと？怖いぐらい寝てたんだよね。ララさん、ひたん、リカちゃん、ひたん。しかもなんか夢と現実の狭間みたいなところを行き来してて、これは夢なのか夢じゃないのか分かんない、なんか境地にいたの本当に分かんなくて。そう、3時間じゃない、3時間あ、1時間しようかなと思って、10時10分ぐらいかな。テイクさん、こんばんは。セットするんだよね。石さん、ひたん、ラララさん、かわいい、ありがとう。どれくらい、え、どれくらいなんだろう。え、どれぐらい寝たんだろう。一日の半分、いや、ほぼ一日か。今日もありがとう。キングさん、ひたん、あーさん、ひたん。定期的にびっくりするぐらい、え、そう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 。だから私ってほら普段すごいショートスリーパーなんですよだからもうこの日は寝る日って決めないと、あ、違う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 、私たちも、まあ、ほぼ毎日レッスンなんだけど、まあ、たまの休みはあるわけですよ。たまの休みというか決まってるわけで、もうこの休みは絶対一日寝るぞっていう、お休み、あの、もう本当に寝るだけの日を立てぐらい立たないと私ダメなぐらいショートスリーパーで、そう、今日もそのあれですね今までの睡眠分を今日で取り戻したっていうね。よくないことなんだけどね、確かに。ただそう、寝れなくて。青さん、ひたん、こんばんは。トトさん、こんばんは。午前中二度寝、いいね。なんか二度寝ができる時間、二度寝ができるぐらい時間に余裕があるっていいよね。10回ぐらい起きた。メニカマさん、ゲームに育つ仲間が甘い。寝る子早く育つ。いや、本当に寝た。で、今日どうしても、昨日海鮮丼食べたんだけど、なんか今日もすごい海鮮丼が食べたくなっちゃって、スーパー行こうと思ったんだけど、なんかもう行くのもめんどくさくなっちゃって。そう、もうウーバー見たんだけど、ウーバー高いと思って、高いし、なんか海鮮、なんか姫菜が今求めてる海鮮丼がなくって、今姫菜が欲しい海鮮丼はね、イクラがあって、サーモンがあって、マグロがあって、エビがあって、何があるっけ、あ、ウニがあって、大葉が乗っててなんかすごい、なんかいっぱい具だくさんの海鮮のがすごい食べたくって、そうだけどなくって。そう、ハロウィンタン、プリッチー、ありがとう。レッドくん、アキさん、こんばんちゃ。ロバチさん、こんばんは。カミナッチャー、ヒタン、今日森瀬さんのことめちゃくちゃ考えたの。嬉しい、カロキオスさん、ありがとう。アキさん、こんばん、元気もいい森瀬。コメント欄さん、こんばんは。私も今日、みんなお昼、え、みんな意外と今日あれじゃない、意外とお休みの方多かったのかな。てか美容院にも行きたい、あれしたい、トリートメント。かすみが床屋に、かすみが床屋の日にひーちゃん家に入れた。ごめん、めっちゃ笑っちゃった。そう、かすみんが家行っていいって言われた次の日に
ひーちゃんを入れたんですよ。違うよ、別にカスミンが嫌だったとかじゃなくって、本当にお家が汚かった。私は完璧な状態で、てか私のお家に入ったことある子に全員聞いてみてほしいんだけど、多分めちゃくちゃ散らかってる状態、なんか中途半端で散らかった状態で入ってる子ほぼいないし、てか家に人を入れるなら絶対綺麗な状態じゃないと嫌なの。なんかそう、なんかお部屋の印象ってすごい大事じゃん。で、いくらメンバーであり同期であろうと、なんて言うんだろう、まあ家族で、なんか家族みたいな関係であろうと、他人は他人だし、なんかなんだろう、お部屋の印象ってすごい、その人の印象も与えるじゃん。お部屋の印象、なんかなんて言うんだろう、清潔感、だからゴミが散らかってなかったりとか、なんかだってじゃない、ゴミが散らかっ、別に姫のは何も思わないの、お友達の家に入って、いや思うな、なんかお友達の家に入ってなんか食べたものがそのままだったりすると、え、どんな子なん、なんか、え、なんか大丈夫かなってなっちゃう。別に姫の清潔、あの潔癖症とかじゃないんだけどね。そう、なんかよく言わない、生活は何かに出る、なんか態度は何かに出るみたいな、生活、清潔感はどっかに出るみたいな、なんかいろいろなんか言うじゃん。そう、疲れが溜まってんのかな。でも今日で本当に回復さ、なんかさんに、ふみさん元気もりね、海鮮丼、そう、ゆりちゃんひた、あやとさん元気もりまりもりして、贅沢、違うの、なんか昨日てか、なんかレッスン終わりにスーパー行くと、なんだろう、安くなってるんですよ、大体のものが。で、なんかよく、そう、昨日海鮮丼があって、多分500円ぐらいなのが200円ぐらいになってて、普通の海鮮丼だよ、大きい。そうで、え、これ買うしかないじゃんと思って買ったんだけど、別に昨日海鮮丼の気分じゃなかったんだよ別に。だけどそんだけ安いんなら、こんだけ具が入ってこんだけ安いなら買うしかないじゃんと思って買ったの。実はめちゃくちゃ美味しくて、うん、ゆいちくんお疲れ様です、お疲れ様、アナビーさんこんばんは、かなちゃんこんばんは、うん、ひなちゃんこんばんは、まきさんこんばんは、あとさんこんばんは、自分ともその昨日も言いそうだ。違うの、なんかそう、なんでだろう、なんかね、いや確かにベッドの周りに私は服は散らかってるんだけど、誰かが来るってなったら片付けるし、ちゃんと。そう、でもただ食べたゴミは絶対に残さないし、今の時期特にね。そう、あと私ってほぼ自炊しないから、その三角コーナーってか、あの洗面台、食器棚じゃない、シンクっていうの、シンク、洗い物がたまらなくって、洗い物するものがなくって、洗うものがなくって、まあ、C って言うならペットボトルをあれするぐらいなんだけど、水で洗うぐらいなんだけど、それぐらい なのね、シンク。だから本当に自分がそのなんか食べたゴミしか出なくって、お弁当、そう、もう ほぼあれだ、もう捨てるだけだから、そう、じゃあ、いいな、自分期末ですから、前だから授業ないんだよね。いいじゃん、授業ない、あ、授業がない、でもテスト週間ってことか。花火観覧で食べたいものってなんかある？かき氷、え、今そういうあれしてるから、かき氷とかじゃなくて、かき氷食べながら見たいし、あと、てか今セブンイレブンさんにあのキュウリが売ってるんですよ、一本漬けみたいな、キュウリの、そう、あれをすごい食べたくって、そう、でも大体なくって、やっぱ人気なんだなって思いながら、だからお祭り行ったら冷やしきゅうりとかき氷は絶対食べたいな。みっちゃんいた、食べたいの、え、いるの、でも食べたものを放置してる方が。ウェクさんこんばんは、ヒータこんばん、ジュミさんこんばん、エキシキックさんこんばん、ヒータヒータ、マジで勉強しないとな、そんなにやばい、こんばん、あ、清水さんこんばんは、それはラッキー、いったんお得、やばいでしょ、半額、そう、
500円が200円、しかも海鮮丼ね、丼だよ丼、お寿司じゃないの、お寿司握り寿司とかじゃなくて丼、海鮮丼だからいろんなお刺身が入ってるんだけど、まさかねえあれそう200買うしかないでしょ、それはもうそういう気分じゃなくったとしても。あいかちゃんなのか、あいかちゃん、あ、そう、ラーメンね、ラーメンメール来た、あ、メール来た、よかった。ランウェイイベ行きたいけどチケット取ったらどうなのかな、後方なのかな、私たちもよく分かんなくて、えー、みたいな、えランウェイみたいな、ええみたいな、ランウェイってあのランウェイってそう、ランウェイってあのランウェイですよねみたいな。今日いろいろ会って激おこじゃんこなのと学童先生のグループラインの院教師って泣いた。え、なんかさ、え、どういうことどういうこと、入ってなかったってことかな、え、辛いね、それは誰も教えてくれなかったのかな、やだそんなの、大丈夫かな、ゆきちゃん大丈夫、免許の本試験合格しました、おめでとう、ごめん、あ、ひげじあみ、あとどっちから死刑人、あ、そう、なんかMV、 私今日今日この配信始める起きてから SKE さんのオーディションを見てて、何番の子か忘れちゃったんですけど、なんか MV の感想を言ってる方がいて、ラジオ配信の方で、そうで、私たちもオーディションしてる頃、息をする心を発売されてたな、なんかな、そうされたなと思って、懐かしくなった。そう、私でもね、今のところ、まあ、一人暮らし大阪と続いてしてるんだけど、ゴキブリ出たことがなくって、お家に一人暮らししてから。そう、明日はヒータの家に行くって宣言してたよ、あ、ぽいですね、なんでやねん、メール来た、よかった。部屋は、あー、私も立ち位置表とか結構あるかも。日曜日の夜寝られます、8割引きっていいね、いいことじゃん、もう21歳のグループなんかもらえなくて、え、確かに、なんでグループね、なんで教えてくれなかったんだろう、嫌なんだけど、え、嫌なんだけど、私だったら言っちゃうかも、なんで教えてくれなかったんですかって。そう、でもね、そんなもうやめようよそんなところって言って簡単にやめれるわけでもないしね、無理しないでね、ゆきちゃん、試験か、試験勉ね、解放されてるね、お疲れ様、大学さん、ゆしさんも引いたもん、あ、そう、届いた、今日はいつも以上に美しいね、嘘、なんでだ、髪ちゃんとしてるからかな、いつもレッスン終わりでボサボサだから。コウジさん、ヒタン、なぜか今までトマさん、こんばん、ポテトフライ、あ、ポテトフライね、ゆくじゃ、キュウリの私もこの間天竜、え、いいね、え、天竜さ、どれぐらい屋台出てたんだろう、ニュエンツさん、こんばん、あ、今、あ、そうなんだ、一本木ぐらい作ってあげるよあれ、一本漬けってどうやって作るの、若菜ちゃん、昨日声出なかったけど少し、あ、よかったよかったよかったな、ね、でも、いや、ね、声って大事だよね喋れなかったら本当にきついよね、違う、喋りたい意思はあるんだけど喋れないんだよね、わかるわかるわかる。ひろさん、こんばんは、せん、夏休みあんまり楽しみじゃなかった思い出があります、あ、そうなの、まあ、私夏休みは楽しかったけど、とにかく暇だった、なんかお昼に、よくなんか刑事ドラマとか見て、そう、私意外とね、刑事ドラマとか見ると犯人見つけるの得意なの、犯人見つけるのというか、絶対この人が犯人じゃんみたいな、得意で、そう、キュウリの一本漬けは誰だ、おばあちゃんちを思い出す、あ、いいね、
森瀬姫の TikTok にもホイケンタクルック、まだ出てないかも。まずホイケンタさんって誰だ、 YouTuber ですか。そう、ひなつん、ひたん、ありがとう来てくれて。29花火ね、来たくて29花火の日ですって嘘ついた。いいよいいよ、そういう時もあるよね、嘘は飛び切りない、そうだよ。そうだよ。てりかさん、ひたん、期末で使うものないのが初めてだから怖い。あー確かに、なんかテストで何が怖いかって、やったのに忘れちゃった時が一番怖くない？え、やったんだけどみたいな、もうめっちゃやった、もうここはめっちゃ解いたのに、もうマジで公式忘れちゃったみたいな、緊張しすぎてみたいな。えちくん、野球見に行ったらさよならホームランを打たれた、あ、応援してたチームがかな、ショックだね。だからすごい野球この暑い時期に、てかなんか野球も、いや野球に限らずか、スポーツ観戦ってあれだよね、なんかいいんだよね、すごいご飯を食べながらお酒を飲んだりしながら見たりするんだよね、大人の楽しみだよね。あやみちゃん、あやみちゃんいた、ともきさんこんばんは、いきくんこんばんは。家に、あ、そういうことね、家にいることがあんまり好きじゃなかったんだ。3期生オーディションに出てること知らなかったからマジで後悔。ゆうなが、え、違う待って、いなくんがね、その2期生オーディションすごい懐かしいツイートをスクショしていてくれて、あれ残ってたの、まだ誰かのスクショ、それとも公式さんで残ってたの、公式さんなわけないか、めっちゃびっくりした。なんか私のなんか森瀬ひめなに清き一票よ一票みたいな昔のツイで公式さんが出したあれなのかわかんないんだけど、懐かしいと思って。そう、さすが綺麗好きなんですね。我が悩み業界見て、我がさん動画だけ見てなきゃ自信のある雪でも仮面受かるかな。私そう分かんなくて、自動車教習所、あ、でも私とあの知能が同じぐらいのお友達がいるんだけど、一発で合格してたよ。ちなみに私バカだから、私と同じぐらいの知能の子が一発で合格してたから大丈夫だよ。その子もすごい緊張してた、前日も LINE で応援してって来てて、そう、いけるよっつって、そう、別に落ちてもいいじゃんっつって、私はね、別に落ちてもいいじゃんっつって、今すぐ必要なわけじゃないんだから落ちてもいいじゃんって LINE 送って、そしたら、まあ確かにねって LINE 返ってきててそうで、受かったって連絡が来てた。大地さん、こんばんは、ひーたん、今日も綺麗です、ありがとう、今日は期末試験か、明日も、わあ大変だね、頑張れ。そう、そうだ、難しいよね人間関係って。そうだよね、でも合わない人は本当に合わないと思う、だから無理して合わせる必要はないと思うし、てか私まだそのなんだろう、社会に出る、今社会に出てるっていうのかな、がなんて言うんだろう、社会に出て仕事をするっていうなんだろう経験をまだしてないから、そう、ただ私って今まで生きてきた中で本当に恵まれた環境でしか、そう、恵まれた環境だなって思ってて、私今振り返ってみるとね、21年間、何をするにも、ただそう、いや、ただってないな、なんか、まあ、小学校中学校とかで担任の先生が発表されるじゃん、で絶対あの人だけはなんか怖いって噂の先生が自分のクラスの担当になったりします。もう最初は本当に嫌なの、うわ本当に嫌みたいな、終わったわ1年間みたいな感じなんだけど、結局仲良くなってるし、そうだからなんか人間関係
なんて言うんだろうね、なんか嫌い、なんか最初は嫌いだけどもしかしたら好きになるパターンもあるのかなって、わかんない、社会にちゃんとした社会に出たことがないから私わかんないんだけど、ただ学校小中の経験で言うとめっちゃ全然人気のない先生が担任になっても結局仲良くなって1年後にはえこのクラス離れたくないって言っちゃってるから、そう、いやでも人間だから合う合わないあるよね。おねむりさんひたん、あろふんじさんこんばんは。そう、まあ、人間ね同じだからこそ友達を本当に大切にした方がいい、友達というかなんかで見たんだけど、なんか大人になるにつれてお金も時間も価値観も趣味も合う友達ってなかなかできないみたいな、確かになみたいな、ちょっと話されたかもしれないけど確かになみたいな感じで思いながら大学生の爪長い、分かる、めっちゃ長いよね、2ヶ月ぐらいあるもんね、平和ですね夏休みの宿題後回し話した、一緒だ、しもくさんこんばんは、なんだよねこの期間中1週間超えてなくてご飯はどんな、懐かしい、かすみもね全然食べれなかった、あれ見た目の雰囲気、見た目の雰囲気が、これあのよく言われないんですけど稀に言われます稀に言われるんですけど、あのそれは自分がほくろがあった時だと思うんですよ、うん、そうねえ、そう SK さんのオーディションに口の上にほくろがある子がいて、かわいい、そこ私から見たらそのかわいいってなったんだけど、そう多分せない、雰囲気取れたらやめたい、え、うん、やめれるあれなら全然やめていいと思う、あのやめれる環境なのであれば、でも真面目でも同じで焦りました、あーあるね、ヒーター文系です外国語とプロメ、あプログラミングやるの、全然教える、しゅうさん野球上手ですよか、野球上手、こんばんは、それとも多分私が近くで花火あるよね、顔変顔してても可愛いのは映える、隠しきれない可愛さがあるから、ゆきちゃん、とまきさん明日全部、あ岡山どこが出てるんだろう、あきのこのごめんこんばん、整理したら出てきた、そういうこと、すごい懐かしいねそういうことか、いなくすもうめっちゃ懐かしいと思って、そう言ったっけ、私のオーディション日は覚えてる、あの頃話したのかもしれないんだけど今も言うね、あのね私がなんであんなオーディションなのに真っ黒な服なのかっていうと、私はその時高校の制服で行ったの、2期生オーディションの二次審査に、そうで、あのまあ公開オーディションだから学校がバレるじゃんってことで、オーディションで仲良くなった、今も仲いいんだけどその子とは、友達、東京都の子なんだけど、そう東京都の子、多分調べたら出てくると思うんだけど、その当時2期生オーディションで東京都出身だった子とお友達になって、オーディション会場で、そうで東京から来てるからもちろん泊まりだったっぽくって、でその時に服を貸してくれて、それがその子の服なの、私の服じゃなくって、あの時着てる黒の服ってその一緒の候補生だった子の服で、そう不運続く時はどうすればいいかな、不運続く時はどうすればいいかな、私が不運続いたらどうする、不運続く時どうしたらいいんだろう、妄想する、楽しいことを、もう楽しいことをもうね、でも不運続くか、不運続いたことある人生で、みんないつさ今続いてるのか、不運続き何するんだろう、私寝たら忘れるタイプで、忘れないか、忘れそんなに引きずらないタイプだから続いてるって自覚がないのかも、あこれ不運なんかちょこれ不運だけど不運続いてるって自覚が多分なくって
そう、検査来た。自分でも駅のバスの営業作業で合格したの。そういうね、狭いこと、狭いね、確かに、すごい。高校時代の名前出てんの4回目で4回目、やっぱね、それぐらいかかるんだよな。むっちーさん、お疲れ様です。ゆなちゃんの人付き合いは上手くないけど、別に。なんか担任の先生ってすごいなんか仲良くなってて、私意外と。そう、 LINE も持ってるんだけど、で、なんかまあ破天荒な学生時代だったので、アイドルになりますって LINE したらめっちゃびっくりしてた。マジかよみたいなマジかよみたいな感じで LINE が来てて、うん、頑張りますって送った。体育の先生、ああ体育の先生ね。ちょっと待って、めっちゃ面白くないんだけど。私その時の、その当時の、私お兄ちゃんが、私が中1の時、中3にお兄ちゃんがいたんですけど、本物のお兄ちゃんね、お兄ちゃんがいたんだけど、なんかお兄ちゃんやっぱ森末っていう名字だから、あんまり多分学年に誰もいなくって、すぐ分かってたのね、私のお兄ちゃんだってすぐバレてたんだけど、でなんかまあまあ、なんかその自慢じゃないけど、なんかなんだろう、森末お兄ちゃんね、お兄ちゃんの代で、なんか姫野ちゃんってなんか可愛い子が入ってくるらしいみたいな話が回ってたらしいのね、中学校で私が入るときに。そうで、なんか体育の、その時のその体育の先生がなんかお兄ちゃんとすごい仲良くって、でなんか株、そのなんて言うんだろう、まあ同じ、多分森生だからすぐ知られたのね、私が同じ名字だから、あ森生の妹でしょみたいな感じで結構先輩から言われたんですよ。そう、お兄ちゃんの友達からとか、お兄ちゃんの同級生の女の子たちとかから、なんか森末の妹でしょみたいな感じですごい言われたんだけど、その学校の先生もまあ知るわけよあれは森末の妹なんだって。そうで、その時お兄ちゃんと仲良かった体育の先生って方がいる、体育の先生がいるんだけど、すごいガタイが良くて背の高いね。でなんかその人がやたらひらなにめっちゃ話しかけてきてたのね。そうで、なんかなんだろう、そのなんかそんな人、なんかひらなのその時、待って、この人ひらなのこと好きなんじゃないかなって勘違いしちゃって、泣いちゃったの授業中だってなんかその体育の先生、お兄ちゃんたちを受け持ってた体育の先生なんだけど、私中1の私のクラスは別の体育の先生がいて、でもその別の体育の先生がなんか体調不良か何かで学校お休みをして、その日でそのお兄ちゃんたちが担当されてる、お兄ちゃんたちを担当してる体育の先生が代わりに来たんだけど、なんかその時自習になったのね、自習になっちゃって、その先生が代わりに来たんだけど、そう自習って言っても先生たち受け持ってないから、私たちのクラスをもうただ座ってるだけね、教卓の前で座ってるだけなんだけど、なんかなぜかそのすごい森末はみたいな、なんか私の話をしてくるのね、自分その自習中に森末はどうみたいな、すごい。でもその当時でも全然若い先生とかじゃないの、結構おじいちゃんの先生で、堅いおじいちゃんの先生で、でそうで、なんかずっと森末はって姫野に話しかけてくんの。だからもう姫野はもう絶対もう耐えられなくなっちゃって、そう、そんな人に恋を抱かれ、なんか抱かれてるなんて、もうちょっと待ってと思って、そう泣いちゃって授業中
そうでクラス中大笑いされて、なんで森さん泣いてんのみたいな。そうね、そうで、でも今思えばただお兄ちゃんとその先生が仲良かったから、私はお兄ちゃんの妹だから言われて、なんか多分そう受け持ってないから他の子が分かんないで、その学年を受け持ってないから多分私しか多分そう分かんなくてそうで、そうでもその当時私はそれがすごいなんか「森生は森生は」って話題にされるのがすごい嫌で、めっちゃなんか泣いちゃった時間中、もう本当に今思う申し訳ないです、そんなわけないのに、そうそんなわけないのに、そうもうそうほらさすがえでしょ、さすがにそう有名人じゃない、そうなんかねお兄ちゃん結構顔が広くて、そうお兄ちゃん結構顔が広く友達も多くて、なんかその森末の妹だろみたいな感じだったから、そうだとあと私似てないからお兄ちゃんと、なんだろうほんまに妹みたいな感じで、でも名字一緒だし、そうこの時期この地域では珍しい名字だからっていうことで、なんかすごい言われた先輩とかから、そうでやねこんばんは、そう授業終わったお疲れ様、そう待って全然読んでないよね、こんちょさんヒタンお疲れ、ヒタンプログラミングできるよ、これえでしょ、そう結局先生って私、そうしかもその先生結局私卒業するとき一緒に写真撮ってるし、そう結局仲良くなってるから、そう今思えば姫野ってほんとクレイジーな考え方したなって、なんで森末森末って話題に出されるだけであの先生姫野のことが好きなんだっていう考えになっちゃったんだろうってめっちゃ思うけど、そうすいせんさひさんこんばんは、え森末、そうなんでやねんメンタル強いの羨ましい、嘘ゆうちさん強くないの、強そうだが見た目見た目強そうだが、あ、小実家元気もりもりもりして、自分も妹も自分の妹も俺のせいで半年ぐらい渡るの妹って先生に言われてたらしい、え、そう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 、だからお兄ちゃんと学校が被る方ってわりかし目つけられるし、先輩あ先生方からもすぐ覚えられる気がする、お兄ちゃんと被る方はね、お兄ちゃんとか兄弟と被る方は、そうだからまあお兄ちゃんの名を汚さないよう中学校生活を過ごしてたけど、まあ多分破天荒だったからなんだろう、おなんだろう多分そう惹かれてたと思う、森瀬の妹ってあんなんだったのみたいな、森瀬確かにそういっぱいそうで、そうでもなんか私同姓同名の子を見つけて、森瀬その子はひなちゃんだったの確か、そう森瀬ひめなって同じ感じで森瀬ひなちゃんだったんだけど、そうよく私ひなちゃんと間違えるんだけど、私はひめなでその子はひなちゃんって言うんだけど、森瀬ひなちゃんで女の子がいて、そうなんかえすごいと思って、マリさん、あ、小時間ありがとう、プログラミングできるんですよ、大学でしごかれましたから、うん、妹やんって言われるよ、私もその名字やねんって高校だけそう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 、何の言語ができる、何の言語、言語ってなんだ、待って言語ってなんだ、プログラミング言語、カムカムさんもチキンでキラングヒントをゲット、かわいいにゃん、ありがとう、生まれてない気がするけど
比べられてしまう、比べられてしまう、比べられてしまうっていうか、比べられるかな、比べられてもお兄ちゃんには勝つ自信しかなかったから、中学時代はね、喧嘩とかは負けるイメージだけど、その比べる、なんだろう、力勝負とかじゃなくて別に比べるものだったらお兄ちゃんに勝つ自信がある、ほぼ顔とか会場に来た人は全員全部自分のファンです。私そうそうだよね、兄弟とかぶったからめっちゃわかる、わかるでしょ、わかるよね、ゆきゆきじゃなかったお兄ちゃん先生にやってたらしいそうだよね、そう、妹さんも元気な方でって、そう、でも私はあの当時からすると性格は本当に変わった、なんかつま、逆につまらない人間になっちゃったかも、うん、昔の方がもっとなんか人間味のある感じだったそう、まだまだ昔の方が人間味あったから、今は本当に、いや頑張ってるよ、 STU の活動も頑張ってるし、アイドル活動も頑張ってるんだけど、なんかもう空っぽというか脳みそが、そうそうなの、うちょうさんこんばんは、しごかれだ、しごかれだから、あ、徳島、あ、見ましたか、ありがとう、瀬戸内賞公開日誌を書いたので、皆さんよかったら時間があるとき見てください。そう、新聞が、ちょっと待って、渡るのやつ全然わかんないんだけど、あれプログラミングじゃないって私がやってるのミスさんこんばんは、今だけベーシックでもないよな、ベーシック、兵藤翔さん久しぶり、犬は好きですか、犬はめっちゃ大好きですよ、犬めっちゃ大好き、ひらりさんこんばんは、そう、シャレ猫ヒーター、あ、ありがとう、息を入れるんだけど比べられてたけど気にしてなかった、お兄ちゃんと気に比べられてもね、そう、なんか逆にどこを比べるのと思ってたけど、お兄ちゃんだし、うん、そう、全然出ないね、イグリッシュマンさん、イエイ、大人だったね、悩んで、あれ自分がやってることプログラミングじゃないんだっけ、あれあれ何やってんだ私、あれ何やってんだろう、あれ、いや、プログラミングだよ、プログラミングの授業なんだけど、あれ私何やってんのあれえ、プログラミングの授業なはずなんだけど、あ、いや違うか、いやそうなんだけど、まるさんこんばんは、内容良かった、良かった、慣れたかな、福ちゃんこんばんは、逆にどういうやつやったの、どういうやつ、なんかなんか作るのなんか作るの先生に言われてこれを作れってなんか言ったされて、なんかなんかアプリみたいなので、そう、作ったの、作るの、作る、作ったの、作ってるのあれ私あれプログラミングじゃないの、そう、僕のこと認知してるよ、福ちゃんこんばんは、いや謎の月授業じゃないんだけど、ちゃんとプログラミングっていうあれは入ってるんだけど、あれあれはプログラミングじゃないのかな、私がやってるのは今、行けないとか寝坊してもちゃんと行くと、よく寝る子、学年の体で好きなこと、えらい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 、そう、えらいよ、それ行くだけ、行く、行くだけで、行くだけでえらい、スロンさんありがとう、
ヒーターに認知されてるって公言してもいいですか？え、全然いいですよ。そんな私に認知されてるって言っても誰だってなりそうだけど。そう、早いパソコンはマジでなんだろう。てかパソコンの授業って何が嫌かって、集中しすぎるとその課題に、課題っていうか授業中、あのね、なんていうの、忘れちゃうんだよね。あ、忘れちゃうんじゃない、見逃しちゃうんだよね、先生がやってること。パソコン画面見すぎて先生が前のあれでしてるのを。クリスチャンさん、ヒタン、大学の授業聞いてるだけだから行くの辛いよ。わかる。いやでも聞いてるだけだから行こっかなとはなってた。もう聞くだけだからいっかみたいな、逆にポジティブに考えてた。確かに聞いてるだけって本当につまらないんだけど、とかスマホ触れない授業とか、そう、うん、もう本当に苦痛でしかなかったんだけど、なんか妄想してた、もうずっと。そう、聞くだけ、そう、聞いてるふりして頭の中は妄想してた。もう全然違うこと考えてた。よしさん、ひたん、私はそのテスト前になったらちゃんと授業を聞いてあれするタイムだったから、そう、今のところノー認知です。トトミツさん、リーチのファンの方っていう顔は分かんないけど、うん、顔はまあ覚えてるけど、分かんないけど、っていうかリーチのファンの印象がすごい強い。リーチもトトミツさん、トトミツさん言ってるし。もしかしてJKのパソコン、あ、取った、息は全落ちしたヒーター取りました、モスとかは。ハイボラさん、なんでやねん、お昼に起きても6限だけに向けに行って、保健師の先生言われたからそうした。あー、偉いね。私、途中で行ったことあるかな、途中で行ったことはないかも。ロリーボーイさん、こんばんは。なんだ、何について詳しく。スマホ触れて、あったあったあった、あるあるある、そう、あった、普通に。なんかもう出しちゃダメなの、スマホを机に置くっていう。なんか歯の授業だった気がする、歯の授業なんだけど、私なんかいろんな授業取ってて、歯の授業、そう、歯の授業すごい単位が良かったから、そう、取ったんだけど触れなくって、そう、ヒーター後ろ、ヒーターは後ろの席はだいたい埋まっちゃってるの。でもなんか一番後ろ、私の学校ね、一番後ろに座っちゃダメで、一番後ろは必ず開けるっていう謎の暗黙のルールがあるんですよ。一番後ろの席は開けるっていうね、私たちの学年だけかもしれないし、私たちのコースだけかもしれないんだけど、そう、いや、私は、授業ギリギリに入ってるぜなので、後ろが空いてなくて、やっぱみんな後ろ行くから、もうだいたい前、そう、前座ってたかな。そう、僕の顔覚えてるよ、リッチファン、リッチのファンって。わかりますわかるよ。電話ゲームめっちゃ時間決めて、しかも持ち込みダメってきついね。パソコンのキーボードはツンツンしかできないロンリーボーイです。ツンツンしかできない。あやこさん、ヒーターの、小学生の時は暇すぎて教科書に迷路書いてた。私、あみだくじよくやってた。そう、寝る寝ないの、歯の授業、そう、歯の授業、歯科健康教育みたいな、
歯科健康教育だったっけ、歯科なんちゃかなんとかなんとかみたいなやつだった気がする。そう、でもその授業は単位もいい上にいい、携帯は持ち、携帯は触っちゃダメなんだけど、何がいいかってテストがあの見ていい感じなの、テキストもう答えを見てるようなもんじゃん。答え、テキストを見てもいいテストなんて、テストって言わないけど、テキストから問題を、なんか問題を読み取ってテキストから答えを探せみたいな感じだったんだけど、もうそれが本当に嬉しくて、そう、唯一ノーベンで行った、ノーベンだ、勉強も何もそう開いたらあれされるから、しかもすごい優しい先生で、どのテキストページか教えてくれてたのね。このページからすごい分厚いでっかいテキストで、まあ、1ページがすごい大きいんだけど、ぎっしり書かれてるんだけど、何ページの何ページから出ますみたいな、何ページに何ページの問題を、何ページから答えを出し、あれしてくださいみたいな感じでページを教えてくれてたから、うわめっちゃ好きこの先生と思って、どうしても携帯え、わかるわかるわかる、でもいじっちゃうよね、私も下向いていじってたもん、わかる、いじっちゃう、てかスマホっていじっちゃうよねもう、え、そうなの、エモーシって読むの知らなかった、ヒッタンは前に座るのが大好き、いや前に座るのが好きなんじゃなくて前しか空いてなかった、でも後ろ大勢だよ、私も後ろに座るときは後ろに、ほぼ後ろだけど、大体お昼休み後とかは時間ギリギリに行っちゃうから、そう前しか空いてないの、別に好きじゃないんだけど。リコさん、かわいい、ありがとうございます、嬉しい、キリミちゃん本当に僕の顔覚えてますよ。自分授業中で世界のプライムビデオ見たりプログラム見たりしてる、いいねいいね、そう大学、高校ではできないよねさすがに。そろそろ、あ、本当だ、ヤンピーさん、ヒタン携帯触るなって言われたことない、嘘、いや別に基本触ってんだけど、その授業だけ特殊で触っちゃダメってなって、携帯を机に置いちゃダメで、ね、携帯を机に置いちゃダメなイコール触れないじゃん、なんか携帯を触らないでくださいとは言われてないの、携帯をなんか机に置かないでくださいって言われたの、え、もうそれって触れないことじゃない、わかんないけど、大学あるある、そうなんだよね。名古屋さんこんばんは、ガチャブタルさんこんばんは、キャンテストやな、そうラッキー、そうラッキーだったの、すごい見た、昔携帯サイドにバレースが持ち込みダメになった、あの時のうーん、高校ね、学校なんかね、携帯てか社会人の方ってスマホっていじっていいの、スマ、あの仕事中にダメか、お仕事中、なんかでもお仕事中によくいじってるイメージ、いじってるというか携帯を見てるイメージなのね、私のイメージね。ゆるさん、オブリさんこんばんは、セブンさん、ヒタン優しい先生、そう優しいの先生、それがちょっとだ、先生がページをしてくださってね、自分がそう、ちら里真さんありがとう、来てくれて、ちら土方さんこんばんは、なんかお久しぶりだね、あら熊根パパさんこんばんは、自分の時代は携帯なかったから何でも持ち込みかテストがあったで、あ、え、そうなんだ、あ、そうそう、で大学のテスト、今大学生の方結構今見てると思うんだけど、あのね、テスト中電源切らなきゃいけない、高校はもちろんテスト中電源切らなきゃいけないんだけど、スマホの、私の大学もスマホの電源を切らなきゃいけなくて、テスト中は、そう学校じゃんとか思いながら、いや学校なんだけどスマホのない生活がわかる、島市さんこんばん
持ち込み服なんだ。持ち込みカードも6本だけ。6本ってなんだ、どんな授業するの。はじめだよ、ちぎった。ありがとう、ロインミーボーイさん。一番だいたい教室の右前に座ってる。教室の右前って扉の前、扉の前ではないか。せんちゃん、せんしさん、ひたん、やすさん、こんばんは。今だやって、もう少しで終わっちゃうけど、なんでやねん。いきやさん、お疲れ様。どんな顔でしたか。え、みんなにここで言っていいの。大学の座に座るとサッカーのハイライト見れる。あー、前で見てるやついるから。空中なら。僕はメガネかけてましたか。うん、ゆきはプロ意識高くて携帯触ってもらえ。インスタのストーリーで授業の愚痴書いてた。あるあるだね、そうなっちゃうよね。でもバンジャーメガネ大丈夫、どういうこと。バーチャルメガネ大丈夫、どういうことだ。どういうこと、バーチャルメガネ。てか、そう、私あれに行きたいの。バーチャルっていうか分かんないんだけど、あのお台場の、東京のお台場の方にあるジョイポリス、なんかすごい、あの室内遊園地っていうの、ジョイポリスだっけ、分かんない、お台場かも分かんないんだけど、すっごい行きたくて、この夏絶対行くって思って決めてるんだけど、基本ダメだよね。こっそり仕事が仕事だから、基本、あー、ダメです、客先以外全然問題ない。あ、そうなんだ。職場にもよる。あ、そうだよね、スマホ使う OK。 あ、そうなんだ。デイデイさん、ヒタン、客からのメール見てる手でいじりまくね。客からのメール見てる手で、あ、そういうことね。イメージ通りかも。やっぱあんま触れないんだね。ね、なんかさ、一時期さ、ツイッターってさ、もうインスタ、もうツイッターよりインスタ派みたいな方が多くなったじゃん、一時期ね。みんなどっち派なんだろう。なんだっけ、居酒屋の店員。会議室取ってショールーム見てたこともなんだ。あ、そうなんだ。でも会議室を取れる、なんだろう、権力があるんだね。え、会議室って誰でも取れるの。会議室が取れるぐらい権力がないと取れなくない。え、どうなんだろう。会議室を取れる権力って大事だよね。さすがにテスト、確かに綺麗ってにさ言われる。そうなの、そこまで言われなかったらならないように、あ、ならないように、え、そう、ならないように、じゃあダメなんですかって言ったら、うちの学校はもうスマホは完全に電源、テストは完全に電源を切るみたいな。そう、てかテスト終わるたんびに、そう、電源つけてまた切ってみたいな、本当にスマホがぶっ壊れそうな。そう、いつもギャラない。やっぱそうだよね。でも大学、そう、珍しいと思う、私の大学でスマホの電源を全部切れって、電源自体を切れって、マナーモードにするんじゃなくて電源を切れだったから、えみたいな、高校じゃんと思いながら。門吉さん、こんばんは。法律、あ、法律なんだ、六法全書すごい。なんかさ、弁護士ってさ、誰もが一回は夢見ない。海幸がみんな弁護士目指してるとかじゃないかもしれないんだけど、法律の勉強したくならない、たまに。なんか法律で、なんだろう、なんかよくドラマの、刑事ドラマの見過ぎなの、刑事ドラマというかドラマの見過ぎなんだけど、そう、法律で裁くのがかっこよくて。ローリーゼルさん、こんばんは。サクエスクさん、こんばんは。ノリジーさん、ヒータン、パフィーさん、コメント、ありがとう。そう、ダサいね、面倒だよね、わかるよ。あ、そうなんだ。9分だ。僕はどんな顔してたか言ってください。メガネで青の服着てた。今日の7時間で冗談抜きでサッカー見てた。冗談抜きで
ファーシーさん、ひたん、あと脂質の昼ごはん、たっちゃんさん、ひたん、ジャルタゲさん、ひたん、ツイッター派なんだ、ほぼツイッター、ツイッター派、あ、そうなんだ。てかなんか今はツイッターに戻りつつあるよね。私中学校の頃完全にツイッターだったの。そう、完全にツイッターだったんだけど、中2、中3ぐらいからインスタ、でもそれでもインスタやってたけどツイッター派みたいな、ツイッターでみんな遊んだ投稿とかしてて、ツイッターの方があれだったんだけど、そう今戻りつつあるよね。一時期インスタがすごい、そうなんかインスタ映えって流行ったじゃん、言葉が。あの時はもうほぼインスタだったよね。おたかつ、あー、そういうことね、使い分けてるんだね。かまねパパさん、じゃあ誰でも予約、あ、そうなんだそれならあれか。りんさん、ひたん、ぶーちゃん、いっぱいありがとう。ぶーちゃん、そろそろ終わろっかな、10分来たし。で12分に始まる、12分、私2分オーバーしたから12分まで。ゆみちゃん、ちな法学ちな法学部な、いや、逆転、あ、逆転裁判かな。え、なんかね、え、誰もが一度は憧れない、法律で人をさ、法律で犯罪者を裁くの、かっこよくないそう、ツイッター名前が変わるの、え、そうなの、ツイッターに、どういうこと、ツイッター、あ、え、どういうこと、ツイッター名前が変わるんですかって、どういうこと、え、そうなんだ。世の中法律を知ってる人間、え、間違いない、本当に論破したいもん、なんか言われた時に、法律でそれは第何の何何条何とか何とか何とかだよって言いたい。でもめっちゃ嫌われそう、そんなことしてたら知ってる、それ、第法律、何て言うんだっけ、それはなんとか、なんとかなんとかな、ん、それは124条なんとかなんとかだよとかさ、嫌われそうだけど言っちゃったらかっこいいよね。服変えてもわかる。キッドさん、こんばんは。駅意外なって、インスタのツイッターも使いこなせ、使いこなせるようになったって、かわいい。インスタあんまり、わからん、確かにね。オタク始めた、あ、そうなんだ。いくらスレッ、そう、スレッズがさ、てか私なんか今違うの、なんか私の同世代の方でなんか加工がない、なんかなんだっけ、なんか自分が写真を上げないと人のそれがなんか投稿が見れないみたいなアプリが流行ってるらしくって、なんかもうついていけなくて、どう、何それと思って、そう、スレッ、そうで、スレッズもできたじゃん。で私そのなんかね、なんかそうで、まあ研究生 SNS が禁止だから、そうよく LINE で言われるんだけど、そのな、な、まあ、名前忘れちゃったんだけど、なんか自分の写真を投稿しないと相手の写真が見れないみたいなアプリが今できてるらしくって、そう、何、なんかそれが流行ってるらしくって、そうでも分かんなくて、何それと思って、でやらないのって言われたけど、いやそもそも SNS が禁止だから、そう、私、待って、 DS が懐かしい、ルナさんじゃあ待って、13分過ぎちゃった。 B リアルっていうの、あ、 B リアルって言うんだ、わかんないけど、なんかもう何それと思って、そう、時代についていけないよね、わかる、きっちゃん。いや、そろそろ壇上を見たいと思います。13位が埼玉の山添さん、12位まえちゃん、31位南光さん、ありがとう、いつもいつも。10位がとちろうさん、9位がひらりんハットさん、8位が海さっち、ありがとう。7位がゆきくん、6位がゆうさん、5位があきかずさん、ありがとう。4位が清水さん、3位がセブンさん、2位がグローバーさん、1位がホッシー、ありがとう。
配信ありがとう。かなちゃんありがとう。声大事にしてね。きわさんこんばんは。おつ配信ありがとう。こちらこそ。ちょっと過ぎちゃったけど、では皆さん1時間かな。ありがとう、ありがとう。欲しい、いなくんもありがとう。ひらりはったさんもいっぱい寝てね。疲れてると思うから。キットさんバイバーイ。うん、ゆうかちゃんもお疲れ様。可愛いのでまた来ます。ありがとう、なおやさん。待ってるね。バイバーイ。